それではトップバッターお呼びしましょう。大きな拍手でお迎えください。ポエトリースラムジャパン2019全国大会準決勝 A グループファーストステージ1番手は神保しげる。神保しげる福岡大会なんと星野と酒のお店神保堂マスター、雑文を書きシーカーを読む活動をされてらっしゃいます。さあマスター、どんなポエトリーを披露してくださるんでしょうか。それでは OK でしょうか。はい、では準備が整いましたのでパフォーマンスに入りたいと思います。神保しげるファーストステージ、よーいスタート。津軽の太鼓について。津軽屋敷の櫓では火事に太鼓が叩かれる。火事で太鼓を叩くのは津軽屋敷の櫓だけ。江戸は本所の七不思議、ことに不思議は津軽の太鼓。寒風すさぶうしみつに津軽の太鼓が鳴り渡る。ぽつりぽつりと炎が上がり、たちまち渦巻く豪華となる。一つ火の海浴び地獄、二つふらつき逃げ回り、三つ身に降る火に焼かる。四つ夜通し高校と、五ついつまで燃ゆるやら。六つ武蔵の焼き尽くし、七つ嘆きの塔が立つ。炭の柱に灰の壁、八百夜長も今はなく、幼子の泣き声は風となり、わずかな残り火を揺らめかせている。津軽の太鼓が鳴っている。津軽屋敷も今はなく、叩くものなく鳴っている。